は今日も富士ドリームアライズをご利用くださいましてありがとうございます。この便は142自動化行き日本航空との共同運航便でございます。飛行時間は1時間20分を予定しております。目的地は天気が曇り気温は28度でございます。この便の機長は鈴木、副操縦士は長野氏、オフィスの担当は岡田鈴木です。ご用の際にはお近くの乗務員にお知らせください。シートベルト座標サイン点灯中はシートベルトを緩みねじれのないようお締めください。膝掛けをご使用の際は膝掛けの上からシートベルトをお締めいただきますようお願いいたします。機内での規制は無線スマホ含め法律により長く禁じられております。通信用の電波を発する電子機器は飛行機の空気に障害を与える恐れがありますので、着陸後乗務員がご案内するまでは電源をお切りいただくか機内モードにお切り替えください。皆様、ただいまから機内の機能用設備についてご案内いたします。客室乗務員をお待ちください。 May we have your attention please? We would like to demonstrate how to use the emergency equipment on board this aircraft。 はじめにシートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトは左右の体を確かに腰の低い位置でしっかりと置いてください。外す場合は金具の片方を持ち上げてください。次に酸素マスクの使用方法を説明いたします。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクをプラスチックカバーから外し強く引くと酸素が流れてきます。鼻と口に当てゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。この飛行機には前方後方に合計4箇所の非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から取り出し頭からかぶります。次にバックルを止めて紐を引いて締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。なお救命胴衣は脱出の際非常口で膨らませてください。安全のしおりが座席前のポケットにございますので早い機会にご覧ください。何かご質問がありましたら客室乗務員にお尋ねください。 For further informationPlease refer to the safety instruction card in your seat pocket. If you have any questions, please ask your flight attendant. Thank you.
Thank you.
この講義は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。お使いになりました座席のリクライニングとテーブル、肘掛けを元の位置にお戻しください。3歳以外の小さなお子様は膝の上でしっかりとお抱きになり、一人でお座りのお子様のベルトも合わせてお確かめください。